復活僕ゼロか。うわ、なんだこの裸の人。おおマイガー。ああ。今の IQ 高くない？はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。二頭筋のトレーニングはプリーチャーカルが一番大好きです。で、二頭筋のトレーニングってやっぱなんか低重量高回数の日の方がね、すごい筋肉痛がきますね。はい皆さんバトロワは好きですかね？僕はね、正直ちょっと苦手ですね。中盤付近のその退屈な時間、ほんと敵と接敵しないとか、とにかく戦いたいんですよ。敵と接敵しない時間っていうのはすごくね、僕苦手で、で、バトラーの最後の方の緊張感っていうの、ほんと終盤の終盤の最後の緊張感は好きなんですけど、そしてウォーゾーンはね、僕基本的にソロでやるんですけど、ソロモードとか正直ね、このゲーム運要素強くて難しいんですよね。で、トリオでソロ行くのも結構厳しいしとか、そんなことを思ってたら、ちょっと前に、もう僕にぴったりなね、神モードが来ました。というか僕だけじゃなくて、なんかこれからウォーゾーン始める人とか、ほんと初心者の人にめちゃくちゃおすすめな新モードが来てます。パワーグラブっていう新モードなんですけど、まあ今回プレイしながら説明もしてるんですが、まず最初に軽くね説明したいと思います、簡単に。まずこのモードは、まあ100人ぐらいですね。100人ぐらいで、ね、マップがちょっと狭めです、通常のウォーゾーンと比べて。そしてまあキルストリークシステムのようなものがあります。で、キルして、敵がね、ドックタグを落とすんですけど、そのドックタグを拾うことによって、どんどんこう、UAV だったり、武器だったり、空爆だったり、アドバンスト UAV だったり、あと、パークすべてが手に入るスペシャリストだったりが、手に入るっていうモードなんですよ。すごくキルが重要視される。だから動き回ってキルしてる方が、こう、メリットも多いし、勝率も上がってくるっていうね、本当イモイモするのがね、めちゃくちゃ弱いルールになってます。だからその無条件で復活できるっていうポイントと、あとそのキルストリーク、本当 UAV とか、ね、スペシャリストとかもらえる、そういう特典を狙うためにキルをね、すごく動き回ってみんなしてるんですよ。で、さらに、このモード基本的にロードアウトなしなんですよね。ストアでロードアウトを買うことができないんですよ。だから、ゴーストも少なかったり、サプも少なかったりします。まあ、ちょっとね、特殊なやり方で、なんか、一番高い塔、タワーがあるんだけど、そこで、なんか、カードキー使ってロードアウト呼ぶことができるんだけど、かなり時間かかったり、手間もかかるので、まあ、そんなにね、狙う人はいないんですよ。だから、基本的にはもうロードアウトなしのモードになってます。まあ、ちょっと説明この辺にしといて、もう早速ね、ゲームプレイで、ちょっと行きたいと思います。よかったら今日もグッドボタン、チャンネル登録、非常にモチベーションになるのでぜひよろしくお願いします。あとこの前、ルーティン動画久しぶりに上げたので、1年ぶりに上げたのでぜひそちらもよろしくお願いします。あ、で、最初からね、もう武器持ってるんだよね。ほら、ミラーを持ってます、すでに。で、アーマーも最初からもう3つある。その、キルすることによって、どんどんスペシャリストやら、キルストやらもらえる、あと復活する権利ももらえるから、とにかく胃持ってるよりキルした方がいいっていう。スペシャリストが最後の方にあるんですよ、キルしていくと。スペシャリストを、ゲットすれば、もちろんゴーストも手に入るから、だから胃もらずにキルした人の方、した人は、なんかいろいろ特典が本当にいっぱいある。オッケー。周りどうなってんだこれ。で、今、何キル、3キルストリーフか。リスポントークンもらいました。今、敵を倒したことによって、画面の右上に2っていうパラシュートマークあるじゃないですか。それがリスポントークンで、今2回復活できる。で、キルすることによって、この、次、ガスマスクがもらえるのかな？あと、これはね、ロードアウトじゃなくて、ちょっとレア度が高い武器がもらえます。ロードアウトはないですね。あ、これ全部持ってるやつだな。危な。よた、危な。容器残ったら今。バウンティーになった僕。味方がカッキル入れてくれた。で、今、連キルしたことによって、クラスターストライク出ましたね。あ、いるじゃん。オッケー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 。ナイス。いいぞ、連結キル繋がってる。で、これで今、エアパッド、エアパッドじゃない。
空爆出ましたね。今6連続キルなんで、次キルしたらスペシャリストが手に入りますね。だから全パークもらえるから、空爆じゃなくてあのゴーストも手に入る次で。ん？どっから来たのこいつ。あ、マジか、やられちゃったか。わ、クレイモア。マジ、あ、やった、危ね、逃げられてもらった。クレイモア大きすぎでしょ。で、これ今スペシャリストゲットしたね。おいおいおい、ちゃんとイモらずにキルしたものの特権。2人もいる。いやー、マジかよ、そんな近くおったん。で、これアーマーもマスクも武器も全部そのままっすね。味方復活させてた、もしかして。おお、アドバンスUV出た。いや、空爆危な。最後のスコアストリークのキルストリークのアドバンスUV。いや、多すぎるな。これめっちゃ狙われてんな。そこで赤点。敵もどんどん降りてきてんね。多分アドバンスUV出せばとんでもないことないんですよ、この辺。あと下かな？お金はどれくらい持ってる？え、全然お金ないじゃん。スペシャリストのおかげで足跡が見える。誰かアドバンスUV呼んだな。ソルジャーも降ってきてる。ここに来るか？いやー、アドバンスUV呼ばれてるか。うわ、最後やばいな、ここ。これ。いや、マジ、こっち来てるやん。そう、あと、そう。ロードアウトがないからね、サプレッサーが、少ない。これもいいところ。やばい。どうすんねん、これ。復活僕ゼロか。うわ、なんだこの裸の人。オーマイガー！ラストはヘリで脱出した人が勝つから。は？逃げ足早すぎやろ。あ、これ降ってきたやつだ。うわー、マジかよ。エリア外から来たか。あら、俺おかしいな。俺おかしいな。味方がいたんだけどな、僕にも。あれ？僕にも味方というものがいたはずなんですけどね。おかしいですね。一人。あ、ソロですか？押し打ち精度悪すぎでしょ。なんか、あ。危ねえ、ショットガン。ショットガンは禁止です。あ、スペシャリスト、早い早い、もうスペシャリスト早い。3、2、1、はい。3、2、1、はい。
俺の勝ちだ。イヤホンがちゃんと刺さってなかった。ランボー、イヤホンがちゃんと刺さってなかった。今までずっと。いや、ショットガンか。まあまあまあ、まだ復活2個あるから。まだ、まだまだまだ。まだ終わらん。とっさに呼んじゃったよ、これ。そう、クレイもあるけど。ノーダメージだと？うお、危な！え？蘇生するんだろ？してくれ。させてあげてくれ。いや、二人来たか。二パやり合ってて、いい感じになんか気づかれなかったね、ごちゃごちゃしてて。あれ？マショットした。ウォーマシンだったんだけど、こんなことある？こんなタイミングでウォーマシン持ち現れる？もう僕、ウォーマシンまだ、今までに5回、いや、3回、本当にほぼ取ったことないんだけど。あ、敵いるわ。空爆で死んだ。OK。You dead。ああ。まずい。間に合うかな？あ、やばい！いやー！あー、脱出された。これね、最後、とつらなきゃいいじゃんって思った人いると思うんですけど、最後、脱出ヘリの下の、ヘリで脱出しないといけないんですよ。隠れてても脱出されたら負けちゃうから、止めに行かないといけないんだよね、あれ。24か。さっきよりキル少ないな。28だったもんね、確か。